弊社総合建設業として、特に土木と建築っていうのが事業の大きな柱ですね。建設業ってやっぱり危険と隣り合わせっていうか、事故が起こりやすい、労働基準局からこういうような事故が起こっているので気をつけてくださいねっていうのをお知らせが来た時に、今まではラインワークスというのがなかったので、定期的な会議とか文字数の限られたショートメールでしか伝えることができなかったと、既読の確認もできないし、本当に全社的に共有ができているのかっていうのはちょっと疑問でした。従業員が全員社内で働いているっていう環境じゃないので、現場に赴いている社員がいたり、2、3ヶ月顔を見ない社員っていうのもたくさんいるので、それだけ散らばっている社員に対して何回も何回も研修をするっていうのは非常に非効率だったので、 LINE に近いものってないのかなと。導入した段階でみんなが何も言わなくても触り始めたっていうのが、もう簡単さっていうのを目に見えて実感したので、太陽光発電所の、造成工事の方を設計管理業も行っております。面積が広くて工事範囲も広いので、どうしても離れて急に行けないとかあるので、何か現場であったんじゃないかとか、やっぱそういう心配があるので、既読がつけばみんなちゃんと安全に事故もなくやってるなっていうのも分かるので、はい、複数人だったりもある、特定の人間だけに言わないといけないことだったりとか、その辺は一人ずつ連絡したりというのがすごく大変だったので、今回 LINE ワークスというのを導入して、時間を要さずに、一発で決められた人間にメッセージを送ったりとかですね。各現場毎日毎日チェックすることもできないし、毎週毎週チェックするのもやっぱり不可能なんですね。こういうふうに今週は進みましたっていうのを簡単に写メ撮ってもらって、1行2行でいいから何か言葉を添えてこの掲示板に乗っけてって言ったら、みんなが乗っけ出して、そしたら写真を見た他の現場のいわゆる社員がそこにコメントを出したりして、例えば若手が乗っけた掲示板には先輩社員が、この写真に載ってるそこはちょっと安全対策として足りないんじゃないかとか、その掲示板の中でいろんなコメントが発信されて、でそこに結局毎週毎週みんながお疲れ様とか、今週1週間本当にそこの現場大変だったけど本当にご苦労様でしたとか、そういうのを掲示板の中でやれるようになったので、一言そういう言葉がこう日常的に飛び交うだけでも、全然多分社内のコミュニケーションの質やそれによるこうチームワーク力の向上っていうのは全然違ってくると思うので、もうこれしかないなと思ってですね。